さて、2022年も様々な政治、外交、経済のニュースがありますが、まずはこの一覧ご覧いただきましょう。そうですね、まあ、こういうカレンダー作るの私のルーティンなんですね。もう年初には必ずこれをやってみると。で、その通りにはならないんですよ。その通りにならないんだけど、まあでもこうやって組み立てると、いろんな人と考えてることがまあ分かる、うん、あ、俺これこうしなきゃいけないなみたいなことがなんとなく浮かんでくるんで、なるほど、まあ、それが楽しいってことなんです。で、それで2022年の一番の骨組みを言いますと、アメリカと中国という、まあ、二大国がそれぞれ年の後半に大イベントがある年、つまりアメリカは11月8日の中間選挙で、中国は秋の党大会、多分これも11月だと思うんですが、両者がこの11月に大きなイベントを控えているんで、さあ他の国としてはどうしましょうかねっていう、まあ、そういう1年だと考えると、分かりやすいかなと思いますね。なるほど。原野さんはいかがでしょうか。注目されている何かありますか。2022年は政治的な面でいうと、やはり韓国大統領、今言われた、その吉崎さんの言われた米国の中間選挙、それで日本では参院選挙、7月10日というふうに目算、見込まれてますけども、それが大きなところで、あとフィリピンだとかですね、それからフランスの大統領も変わりますし、ブラジルも選挙があると、オーストラリアも総選挙があるといって、まあサミット今度ドイツでやりますけども、メルケル変わってあれしますしね、本当に、岸田さんもそういう意味で変わったばっかりだし、マクロンも変わっちゃうかもわかんないというような中で、まあ、新しい雰囲気の、政治の流れが出てくるのかなと思って、やっぱり参院選挙は、まあ国内の話ですけども、国際的に見るとやっぱり韓国の3月9日に行われる、選挙っていうのはちょっとなんか少し、雰囲気が変わってきてるんで、予断を許さなくなってますけども、まあ韓国は大体、民主化してからノテウがやり始めてから保守保守と続いて、金大中で、中道になって、その後、金英さんとリー・ミョンバクと、パククネが来て、だいたい10年単位でこう変わってきてるんですよね。で、文在寅来たんで、今回はもしかすると革新がまあ続くのかなと思ったんですけども、今少し巻き返してます。与党の方っていうか、韓国のトランプと言われてる、イ・ジュミンっていう人が、いるんですけど、あまり人気ないんですけど、検事総長だったユンさんが出てきてやってるのはいいんですけど、奥さんのスキャンダルやなんかで様子がおかしくなってきちゃって、まあ、保守派が一本化できるかどうかですね。で、韓国って非常に不思議な、まあ、世代で溝があってですね、60歳代はもう完全な保守なんですよ。ところが30から50ぐらいの世代はですね、586世代って言われて、これはまあ、一種の学生運動、1980年代学生時代の革新なんですね。ところが20歳代の連中はですね、これはですね、平等意識強いんですけど保守なんですよ。こういうその世代間があってですね、まあ、どういう結果が出るのかですね、日本にとっては野党の候補のユンさんがなってくれた方が、まあ、勝って、近年で一番良好だった、近代中と小渕内閣の時代の日韓関係に戻れるような可能性はあると思うんですけども、必ずしもそういうふうに期待はできない、そういう選挙情勢になっているということで、まあ、注目しています。これ3月ですね、テーパリング終了が、そのすぐ翌月に日本の方ですが、先ほど吉崎さんおっしゃったように、東証の改革でこのプライム、スタンダード、グロースで分けるんだけど、そもそも東証自体がもう若干力を失ってんじゃないかと、日本株に対する魅力が失われてんじゃないかというのが、もう一つですね。で、最後にちょっと戻るんですけど、2月のやっぱり北京オリンピック、これオリンピックそのものよりもこの時にデジタル人民元
これが今、10カ所でテスト地域が中国であるんですけど、11カ所目がどうもこの、オリンピックの会場で、大々的にやって事実上正式な論調をするんじゃないかと、まあ、各紙、アメリカの新聞とかも書いてるんですが、このあたりつまり金融がどういうふうに動くかっていうのはすごい注目されてるんじゃないかと思うんですが、吉崎さんこのあたり、はい、どう思われますか？いいポイントばっかりですね、はい、まず最初にあのインフレなんですけれども、うん、あのこれ正直言ってエコノミストの中でももうほぼ半々ですね、年の後半にはなんとか、まあ正常化するだろうっていう人と、いやもうこのままとことんまで行っちゃうぞっていう2つの見方があります、うん、で、楽観論の方からいくと、インフレって結局 CPI 消費者物価は常に前年比で表すわけなんです、うん、で今 6% で大変だって言ってますけれども、これはあの去年に比べての 6% なんですよね。でいつからその物価上がり始めたかっていうと2021年の4月からなんです。4月に 4% になって、うん、その次の月から 5% が 5ヶ月連続したんですよね。じゃあ、うん、2022年の4月になったらどうなるかっていうと、多分、前年比で見ると少し、上がり方は落ち着くわけなんです、うん、で、そうするとこれ年の後半になってみると、まあ、なんだかんだ言って、まあ、あの平常である 2% ぐらいの伸びにとどまるんじゃないかっていう、これは一つ見方としてあるんです。だから4月の CPI が発表されるのは5月の中旬になってからですから、やっぱり前半はずっとこのなんだなんだこれはっていう、まあそれが続くと思います。で真面目な話、じゃあ一体何回利上げするのってことになってるんですけれども、まあマーケットの読みは3回、つまり3月のに、テーパリングを終了して、うん、あと FOMC は6月、9月、12月、1回ずつ、うん、でもし、年の後半にインフレが収まっていたら3回目はやらなくていいっていう、まあ、そのくらいの、見方をしておくとそんな大きくは外れないかなというふうに思います。なるほど、市場に織り込まれている可能性もありますね、もうすでにそれは。あの一つ皆さん忘れないでおいてほしいのは、これだけ物価が上がっているとですね、実質金利っていうのはもうマイナスもいいところなわけですよね、うん、だって金利って、今日で長期金利上がったとか言っても 1.6% とかですから、うん、今のアメリカはとにかくもうあの物に変えたいた方がいいってくらい、うん、お金の価値がどんどん下がっていくわけですから、うん、むしろ株とか買った方がいいっていう考え方も十分成り立つわけなんです、うん、だからあの結構今怖い経済なんだということですよね、うん、翻って日本のいわゆる証券市場はどういうふうにご覧になってますか？あの東証改革、2番目のご質問の件なんですけど、うん、これもすごく面白いポイントで、うん、だっておかしいじゃないですか、東証一部の会社ってなんであんなたくさんあるんですか？225社、うん、つまり、うん、あのいいものは少ないはずですよ本来、うん、良くないものがいっぱいある、うん、ところが日本って東証一部が一番多くて二部は少ししかなくて、うん、その下のあのまあ、マザースとかって少ないじゃないですか、これあの完全に売り手の側に立っていて買い手のことをまるで考えてない市場だってことなんです、うん、だってアメリカでダウって30種でしょ、はい、アメリカを代表するの30種、でところが日本っていきなり日経平均というと225社あるわけなんです、はい、いかに買い手のことを考えてない、下手な売り手かってことですよ。なるほどね。で今回それを変えて、プライムとスタンダードとグロースという3段階に分けて、もうちょっとその買い手のことにあの気持ちになってみますっていうふうに変えるんですけど、ただ相変わらずまだその東証一部がゴールだと思っているあのアホな経営者がいっぱいいるわけです。アホですね。いや、あの我が社はこう見えても東証一部でねとかって言って、でも社名はみんな知らないって、うん、そういうのばっかりじゃないですか、うん、あの言っちゃ悪いですけど、ダウ30社なんてもう全世界みんな知ってるとこですからね、うん、だからあのアメリカの投資家から見ると誠に少子千万で、
日本を代表する企業、うん、なんで225社もあるの、うん、お宅の規模だったら20ぐらいで十分じゃないの、うん、っていう、でこういうことにやっと気がついたっていうのが今回この4月から始まる東証改革なんですけど、これって要するにあの日本人が大の苦手とする既得権をあの剥がすようなことをしなきゃいけなくて、うん、もう大変大変。いやー、25年ぐらい気づくの遅かったですね。いやー残念でしたね、今日大発表ですけど、あの笑い話がいっぱいあるんですこれに関して言うと本当にもうなんかね、同じニューヨーク市場と東京市場をなんか同率に扱ってる時点でもう終わってんだこの国やと若干思ってしまうんですけど、だってさっき言った通りトヨタで2500億ドルしかないんですから、あのでそんな会社になんで2000社もその東証一部でございますって笑わせんじゃねえよっていうのが、これ多分海外から見た場合の日本の株式市場なんです、うん、もう吉田さんのコメントでね、日本株の未来が全て今内包されていましたねいや本当ね、あの早く気づけよって話なんですけど、はい